でもね、結構好評で嬉しいですね。私あそこまでみんな喜んでくれると思わなくて、まあ正直なんか反対意見もちょこちょこあるんじゃないかなって思ってたんだよね。まあそれなんでかっていうと、それは多分バニー系を求めてる人ってめっちゃ多いと思ってたから。いただきます。プロデュースすぐお金の話しないの。だからあれは景品ですからね。私が景品でやってますから、プロデュースさせてくださいとかじゃなくて、依頼じゃないから。あれはそう、そうでもなくない。何が？何でちょっと、可愛くない？あ、バニーね。いやだって結局好きじゃん、そういうのファンの人って。そう、普通にワニは、いや正直ワニって私最初ね、あの間違って恐竜だと思ってたの。あれだから、え、恐竜かわいい、よかった、あるじゃんって思って、その決めたんだけど、恐竜かワニって言ってたの。ちょうどそのスタッフさんと決めた時に、他のはウサギ、パンダ、クマとかペンギンとか決めてたんだけど、その恐竜とワニだけ恐竜かワニにしてたんだよね。で1日目私がいなくて、そう、1日目私がいなかったから、ワニかその恐竜か分かんないまま次の日行って、で、あ、恐竜な、私勝手に恐竜だと思い込んでて、恐竜だって思ったらワニで、え、でもワニ可愛いじゃん、背中のボコボコ可愛くて、そもそも私みんな知らない人も言ってもけど、私恐竜めっちゃ好きなんだよね。私のファンの人は知ってる人多いんだけど、恐竜めっちゃ好きね。そうで、それでワニにしました私も。まあでもさすがに双葉鈴木流のね着ぐるみはないから、うん、まあそんな感じですね。でも本当いろんな人からね、本当ありがとうみたいな言ってもらえて、私はすごく嬉しいよ。姉さんにオフショットくれてた、チャットに送りましたって。選んだメンバーはね、さえさん、さえさんといおりは覚えてる、確実に。いおりとさえさんを選んだんだよ私は。誰だあと選んだの。でもね、全然選んでないんだよ今回本当に。あの本当はね2日間ともその撮影があるからずっと事務所にいようと思ったんだけど、そう、でも
そうマジで事務所に入れなくて、一日がその今日公開されたさ福岡撮影中のロケ行ってたから。だからもう今回はもういいやと思って。でもマジみんな似合ってた全部。でもなんか、あーこの子これこっち来たの意外だなーって思った人もいた。私マイさんパンダ着ると思ってたし、勝手なイメージでね私あと誰だったかな、あそう、いぶきは私ワニじゃなくてクマ着ると思ってたの。で行くのもパンダ着るかなって思ってた、クマじゃなくて。あ別にそれダメとかじゃなくて意外だなっていう、勝手にさその人のイメージってあるじゃん。背景のイラストね載せたいんだけど、どこに載せようかなって感じ。チャットかな、やっぱ。でもアキさんがユニコーンなの私は意外だったな。ねねさんはワニだと思ってた。ね、すごい。でもいい感じで本当評判良くて好評で嬉しいです私は。それだ、それあるじゃないね。意外ならやばいと、どうなんだろうねそれは。どっちが嬉しいんだろうね。でも私はねワンウサギと迷ったよちょっと。なんでかというとバニーを一生引きずってるからバニーちゃんで行こうかと思ったけど、でもやっぱりどうしても私はワニの、 あの背中のボコボコが好きでワニにしたい。あ、やべ折れた。食べづらくなった。あ、もうと寝色変えようと思ったのにさ、寝てて変えてないんだよね。撮影中見て気になったことある？いいよ聞いて。ちえさん団子ありがとうございます。なちゃんしぶちゃんひじりこくってごらん。あ、そういうことで似たもん同士がってことね。私だから最初そのアクキーだけサンプル全員分もらってたんですよ、こんなのができますみたいなの。でそれでさ、あのあこれだ私のって思って保存したら渋い味なのだった名前ついてるのに間違えたっていうね。遠目から見て勝手に適当に保存したら。本当遠目から見た雰囲気まじ一緒なのよ。しかも頭文字もね R か M かの違いだからね。遠目だったらほぼ一緒よ。でもやっぱ一番嬉しかったのはさ、普段あんまグッズとか買わないけど今回のはもう買っちゃいましたみたいな、そういうメッセージ結構いっぱい来てて、すごいそれが嬉しかったな。
の藍染めの元のやつもらってんねちゃんすぐ匂い変えるよね。あれはね、あれ臭いんですよ実は。めちゃくちゃめちゃくちゃ臭いのあれ。だからもう正直そこの場所にいるとそれの匂いがわかるの。だからあれってどのくらい臭いんだろうと思って嗅いだったよね。まあでも大丈夫、あのその工房の人もいや臭いよねって言ってたからこれは私の単なる悪口じゃないです、これみんなが思ってますそのあの動画のやつね、今日の福岡撮影中のあれは本当に臭いから、おうってなりますでも本当にグッズはねありがたいことに思った以上の反応をいただいたので、うん、嬉しかった。なんかね、もともとその背景書いてなんとなくそのなんていうの、こういう感じになりますよって出来上がるまで完全体は分かんないんですよ。アフキーとかも分かるんだけど、なんだけどその、生写真とかってやっぱ一応私が渡した背景にそのメンバー撮った写真切り抜いてあのスタッフさんが当て込めてくれるんだけど、その時点でまだ完全な当て込みじゃないからちょっと変な感じだったのよ。だから私なんか、あ、これもしかしたら背景失敗したかなって思ったのよ。あのだから今回ちょっと実は全体っていうかその引きの写真を若干ちっちゃくしてもらったんですよ、普段の引きより。文字とかをちょっとだけ見やすくするためにもう背景をね。でだからまあその段階じゃまだ全然分かんなかったから、しかも寄りとかほとんど見えないって聞いてたけど、まあでも一応背景欲しいなと思って今回はもうつけたのよ。あの分かってたけど見えないっていうので、文字とかも多分見えなくなるとこありますって言われてたのも私は分かってたけど、あれにしたんですよ。で実際だからその本当の見るまではなんかちょっとやっぱ違和感があったのよね、変だなって思ったんだけど、うん、でもなんか完成形最初昨日かな、みんなより前に届いたのちょっとだけ見て、生写真もその一種類ずつ全部送ってくれて、あ、これ可愛いぞみたいななんかあれ可愛いぞと思って、そう、それがすごいなんか良かった、うん、私の想像以上の出来、うん、そうで私が参考にしたじゃないけどこういうのいいなって思ったのが全然違うんだけど、あの大丸の AKB の生写真、あれって背景何かあったわけじゃないじゃん、なんていうの、背景何かあったわけじゃないっていうか物を使ってるわけじゃないじゃん、あれってさあの本人なんかそのイラストレーターさんだっけとコラボしてたじゃん、あれがあこれなら私もちょっとできるかもしれないと思って、その物とか使わずに自分で描くだけだから、まあ正直向こうの方がそれはメンバーより手前に絵が来てたりとかそういうのはもちろんあるから、まあ全然クオリティとしては向こうの方がそれは絵もすごいし、なんていうの、まあそれはもちろんすごいんだけど、でもそういう絵関係ならその私の個性も出るしその可愛いのができるんじゃないかなっていうので、それをちょっと参考というか、あの背景とかもそういうのあいいなと思ってやってみたかな。ペンギンの上は A ですか、あそうですね A です、あれは私 A 好きなんでえ、どういう意味って感じですまあそんな感じですね、本当。それでまだまだいっぱい質問とか来てたから嬉しいなって、
あでもこれプロデューサー今回限りとか分かんないんだよね。まあ、いつかまたできたらいいなとは思ってるし、だからほんと好評だったらって感じじゃない。まあやっぱそれスタッフさんもその大変だから、私とそのなんかいろいろやりながらしなきゃいけないから、そうだからまあ大変だと思うから、そんないっぱいは頻繁にできないし、このたまにやるから多分いいものだと思うから、まあ、また好評だったらできるんじゃないでしょうかね。クマの背景は梨じゃなくてリンゴ、あれはリンゴです。クマは梨食べなそうなイメージあったんで。背景の中で一番気になったりする、あんま見えるとこが多くないんだけど、結構あれ可愛いよ、あのユニコーン、今回ユニコーンメンバー3人ぐらいしかいなかったんだけど、でもユニコーン可愛い。ディズニー旅行券はまたプロデュースなの？いやそれはディズニー旅行券欲しいよ私にもディズニー行かせてくれ。でもなんかフルコンプしてくれそうなファンの人がいたんで コッペのポストね、嬉しい、いい子ほんとコッペってとっても可愛いわ。でもねマジでね、コアラ超迷った。なんかさパンダを迷ったんだけど、あのさ一番最初に描き終わったのはウサギだったの。最初に今描き始めたってのもあるんだけど、ウサギってまあモチーフが多いじゃん。例えば私が上の方に描いた人参もそうだし、ウサギじゃん。私なんかこうあの背景のその真ん中でもハート、まあウサギってハートっぽいじゃん、なんか柄つける柄っていうかそのなんか三角とか四角とかそういうなんかあれだとしたらハートじゃん。でハートでしかもその可愛い感じレースでとか、まあ、ウサ耳とかさそういうのがあるじゃん。ウサギって結構なんか描きやすかったです。まああれでも描き直した方なんですけど、とか、まあ、ラブレターとか、まあ、描いたんだけど左上の方あれ実は描き直したやつで、でその次にユニコーン描いたんですよ。まあユニコーンも確かに正直難しかったけど、でもまあユニコーンってなんかこう月、私月かなと思って、なんかこうちょっと夜っぽい感じそうにしただよね。であのワニも意外と難しかったんだけど、何が本当にね、コアラが本当に思い浮かばなくて、モチーフがコアラって何みたいな、ユーカリみたいな、ユーカリ書くわけにもいかないじゃん。てんてこちゃん、桜餅ありがとうございます。だってねユーカリの絵なんて、しかもコアライラストしてるとユーカリしか出てこないので、別にコアラってユーカリ以外食べないらしいし、そうでみたいな、そうで迷った結果コアラ、コアラのマーチ、お菓子、お菓子でもそしたらさすがにちょっとコアラのマーチすぎる、なんかまあアイスとかそっちで書いてみよっかって思って書いたのがアイスでした。でも今回ちょっと見えないんだよね、多分真ん中の方があんまり、だからアイス感伝わってないんじゃないかな。見えてる？どっかでもそのコアラのアイスの部分。あー全身見えるかなぐらいだな、足元のとこで。そうだからアイスになってるんですよ一応コアラは。これは心の目で見えました。引きだとね、そうそう、あのアップは正直もう見えないものとして書いたから。なんかでマジ迷った、コアラ本当に迷った。でパンダもめちゃくちゃ迷って、うわーどうしようみたいな、こいつも笹しかねえと思って
そうで迷ったけど、でもなんかパンダってこうちょっとチャイナっぽいイメージてかチャイナじゃんと思って、あ、じゃあちょっとそういう風な雰囲気にしようみたいな、中華街っぽい感じ、そうアイスって書いて、もうね、伝われと思って書いた。でパンダはもうほんと、じゃあもう中華街っぽい感じにしようって感じで、もこれもでもね、最初めっちゃ迷った、マジ、笹みたいな、笹書いてもなんかなみたいな。しかも大体私ってこれさ、動物の色で書いてるじゃん、だからパンダも本当は最初黒で書こうと思ったけど、いや黒はちょっとあれだなと思った結果、あ、でも赤あるやんと思って、色とりどりにしたかったから、そうで、あ、じゃあ赤でいいやんってなって赤にして、で、で次書いたのが多分クマかな。クマも最初どうしようかなと思って迷ったんだけど、まあでも森の中みたいな感じかなと思って、なんかこうちょっと森っぽい感じだったり、あの蜂蜜書こうと思ったんだけど、蜂蜜なんかうまく書ける自信なかったから、もう今回はあの蜂にしました。蜂蜂蜜じゃなくて蜂、そうで、クマの足跡もこれ調べたらこんなん出てきたからこれにしたんだけど、まあでも、まあ、結果的にクマめっちゃ背景っぽくて一番あれだなと思った、背景としては一番優秀だなと思った。そうで、あれかな、海のやつ、ペンギン描いて、ペンギンはね、そう、これ魚は絶対描こうと思ってたの、ペンギン魚食べるし、であとどうしようって思って、その上に実はさ、こうなってるやつがあるんだけど、これさ、その海のさ、波打ち際みたいなののイメージでこう波描いてたんだけど、まあ見事に隠れたよねっていう、まあでも全然別にいいかなって感じ、そこが寂しくなっちゃうとこだったからまでイカとエイと貝殻と魚とね、そう、でもこれもね、何回か描き直したかな、あ、くしゃみそう。で、トラもね、トラでもちょっとだけシンプルになっちゃったんだよね。トラ、これ分かる、あの見て分かんない人も多分いると思うんだけど、まあ、左上にトラの手は書いたんですよね。あとガシって書いてる感じの、かじってるのが右上にあって、まあ、お肉と、まあ、なんかちょっとこうかっこいいイメージだったからビリビリみたいなの書いて、この48の8の横についてるこのあれ何か分かる？この羽、なんで羽か分かる？分かる人は分かると思う。私もこの言葉を知らなかったら絶対これ書かなかったと思う。本当にでもトラもね、お肉とかね、そういう怖いしかモチーフがなくて結構大変だったんだよね。なんだと思う？この羽、わかるかな、まあ、言葉ってか、まんまなんだけど、そうね、虎に翼、正解、それ、あの桃鉄で虎に翼カードってあるじゃないですか、それでピンときて、あ、羽かけばいいじゃんと思って、そう桃鉄の中に出てくるじゃん、だからそういう言葉があるんでしょ、そうそうそう、で書きました。でもちょっと虎はだからシンプルめだよね、ごちゃごちゃっていうよりは。そうで最後に書いたのがワニかな。そうワニもめっちゃ迷ったんだよね、ほんと最初どんなの書こうと思ったんだけど、まあでもでけえワニ書いて右から顔をで、それプラスなんかこっち行ったら危ないですよみたいな看板書いて、あんまワニっぽいなと思って、結構簡単な感じでできました。ワニかな、そんな感じだよね全部そう、まあこんな感じです本当今回もゴリゴリのなんとかチェキやってみてほしい。なんだそれ、デコチェキ。
猫チェキね、やってみたいな。4月から NHK の朝ドラタイトル、マジすごいじゃん。今全然知らなかったのに先行ってんね。メンバーを背景にヒガルって知ってたの。ね、5期生とかよくちょこちょこ喋ってたから、そう、まあだから知ってたけど、多分他のメンバーは知らない子もいたんじゃないかな、やっぱり。うん、おそらくね。コスパにも優れてそうで、そうね。でもね、ほんとね、ロケ案もあったんですよ。私がロケ撮影とか楽しそうですよねっていうので、一応案としては出たんだけど、やっぱそのダメとか全くなかったんだけど、やっぱそのさ、天候にめっちゃ左右されるじゃんっていうのがあって、あー、じゃあちょっと今回は一旦やめてみたいな。しかも別にその正直ロケって別に私の個性じゃなくてもさ、できるじゃないですか。別に私じゃなくてもできるのがロケだと思ってるんで、だからもう今回はその私の個性というか、絵とか私が好きだから描くの、そういうのをこう使ってやってみようってなったから、今回はこっちになりました。うん、キーホルダーのネームプレートは、いや、それは私がもともとそのなんかそれをこうなんかアクスタとかにしたら可愛いですよねって言ったら、あ、じゃあキーホルダー作りたいなって言ってもらったんで、スタッフさんに。だから、あ、じゃあキーホルダーにしようみたいな。そうで、その時に、あ、なんかちっちゃい、なんかその横にちっちゃい、なんかなんていうの、チャームみたいなつけたいんですよねみたいな、モチーフだけでもいいし名前でもいいしみたいな。あ、いいねってなって、じゃあそれをこうこれがこう人だとするじゃん。そしたらここにこうつけるのか、もしくは下につけるタイプもあるっていうのを教えてもらって、で大体こっちじゃん、私こっちだとかぶっちゃうんだよね、チャームが。ってことで下になりました。あれも全部そう、でもそれは本当ね、スタッフさんに教えていただいたあれだから、めっちゃありがたかったなって。そう、まあせっかくならね、手書きで書こうと思って書きましたね。でも本当思ったよりいい感じにできてすごく嬉しいです。私さっきねコメントにあったんだけど、予算関係なしにやりたいならっていうのは、私ね一個いいなーって思ったのが、自分のペンライトの色で写真撮りたいなってめっちゃ思った。いや、まあ難しいんだけど正直、うん、自分のペンライトの色いいなって思ったね。ペンライト持って、そう、オタクみたいな格好してペンライトやるのいいなと思った。ありそうでなかったよね、今回の着ぐるみってペンライト持ってソルコ自体やってなかった。サッシさんの時に何かやった気がする。あ、照明じゃないの、ペンライトの色をも光らせたいの。でも背景は文字私が書くからって感じ。お金はかかないです。
でもただその映りが難しいんだろうなって、光ってるものをカメラで撮った時にちゃんとその色に映るのかとか、あとやっぱ一人一人メンバー何人分違うから、まあ、ペンライトは2本でいいと思うけど、その色の組み合わせとかがいっぱいあると思うから、そう、そこがめっちゃむずいだろうなと思って。主催が分かりやすくなるね。名前のステッカーか。そう、まあだからそういろいろ問題点もあるから、まあ、難しいなと思うけど、でもなんかできたらもう面白そうだよなと思う。まあ、3本はちょっと申し訳ないけど我慢してもらって2本まででっていう。まあでもそれも面白いなって思った、その子だけみたいな。今回の生写真私も自分の欲しいんだよな、誰かちょうだい誰かちょうだいめっちゃ来る、確かにめっちゃ来るね。福岡の話が楽しみですねね。なんかでもさ、ファン何人かからさ、この衣装お話し会で着てくださいって言ってたんだけど、誰かじゃあ買ってくださいそしたら着るんで。写真はもらえないです。あのアクキーとかそういうのはもらえます。アクスタとかは基本でも写真はもらわないかな。うん、でも逆にメンバーも自分の写真持っててどうしたらいいっていう問題はあるからね。うん、ワニでもあれ可愛いんだよね、あれ着たいんだよ私も。ワニいくらぐらいなんだろうって言ったらそんな高くはないと思うけど、着ぐるみだから。写真の印刷された写真、あ、5期生のやつ、あれはね、あれはまあいつかね、もしかしたらアマゾンあるかな。ワニ着ぐるみ、なんか全然違う、ちょっと ブチャイクなワニが出てきた。あ、これじゃね、あった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 、5143円である。なんか色が濃いのもいる。え、でもこれってこっちなんだよな、多分。かわいい、でも欲しいけど、ちょっと5000円か、地味に値段するなこいつ。お待ちしてます。希望してもらえない、そんなわけはない。探せばもう、いや、じゃ同じのがよくない？いっぱい来ると、いっぱい来たらもう何人か仲間増やすから大丈夫。ただ握手会に間に合うかなっていう、現地で来たいもんね、せめて。あれは着ぐるみ担当、何、着ぐるみ担当って誰？着ぐるみ担当いいの、こんなか。
ほんとね、よかったです、喜んでいただけて安心安心。そのスマホのシール車に貼ってます。あ、マジ？やった、ありがとうね。って待って、言っても私が作ったわけじゃないから。あ、そうだ、あの明日は私ちょっとお家に帰ろうと思うので、朝配信します。察して。なので朝配信します。多分メイクしてると思います。メイクしながらやってると思います。何時頃でしょう、10時とかじゃない、多分起きれるはず。いや10時じゃないな、あ、いや10時ぐらいかな。そんな早くないよ。明日雨だか、落ちる雨だな明日。やだーやだー、マジ困る。あさって大分でトークショーと抽選会などできるおすすめの場所ある。どこだろう。あれはトリニダのあのアミプラザのやつ、大分雨天結婚なんでしょうか。私そこに関しては全く何も知らない。今回の、正直ね、申し訳ないけど今回の時間変更も HKT 側も多分ね、本当ね急に知ったんですよ。多分ダブルブッキング、ダブルブッキングっていうの、ブッキングが多分してるのが多分気づいたのが最近だったのか。そうそう、だからほんとねマジで、多分福岡からソニックで来る人とかもいると思うし、なんなら多分飛行機とかで来る予定だった人とかも絶対一人ぐらいはいると思うから、マジごめんっていう気持ち本当に。でもだからほんとね、 HKT のあれ運営さんは別に悪くないので、本当にマジで叩かないであげて。あ、そうね、指原さんの親戚のラーメン屋さんは美味しいよね。私も行きたいな。そうマジで、いやびっくりするぐらいの時間変更すぎて、ワオっていう。雨天決行だけど近隣で警報出るレベルだと中止もある。さすがにそれはそうか。でもあの駅前広場みたいなところでやるから、まあ、一応屋根がある部分はあるから、そう、まあそれ電車はどうとでもなるんだけど、あれだよね、その飛行機とかだった場合ちょっとね、あれだね、飛行機かソニックだと、そうね、飛行機かソニックだと完全にちょっと厳しいって感じだのあるよね。本当に抽選会2じゃなく普通の抽選会に来てもらえればとは思うけど、私もびっくりしちゃった、早みたいな集合時間が、そもそもさ集合時間ってやっぱあるじゃん、うちらもさ一緒に行くとか、私は今回違うんですけど、そう、その時間が意外と今回ゆっくりめだったから、最初の予定だったの。だからさ、あれ大手イベントにしたら結構ゆっくりめだなみたいな、今までのさその OBS とかのやつはさ結構早かったからさ、みんなで朝さ、もう朝マックとか食べながらさ行ってたんだけど、意外とあのゆっくりめだったから、そう、なんかあれみたいな、あ意外とゆっくりなんだみたいな、ねねさんよかったねとか思ってたのそしたらさ新しい予定来てバーンって出て、早っみたいな本当に意味わかんないぐらい早くなってて、集合時間が、えこれねねさん終わったとか思ってあ、これねねさん終わったなとか思ってそのぐらい早くなってて笑ってしまった、マジ。ねねさんと今日だから LINE したいや今日しかも最初ねねさんから LINE が来てさ、クリアちゃんねねのツイート見て、OAB さんのイベントのやつ書いたって言われて、あー書きましたって言って、そう、なんて書こうか迷ったからねねさんの見たんですよねって言ったらねねさんのその抽選会2あれ私5時なんだよねみたいなそうで、あ5時なそれをリナが間違って2があると思って2って書いちゃって、そうで終わったーとか思ってたの、そう
そしたら次ハンちゃんも同じミスしたからやばいねるさんこれハンちゃん間違ってるっつって多分ハンちゃんもどっちかの見たんでしょうねっつってみんな間違えてみんな負の連鎖抽選会2の私もでも2ガチであると思ったの。しかもねねさんに限ってさ一回さ前りながさりののさなんかあの握手会のさ時間みたいなやつをさパクってさ間違えてさもうりのとか言ってたじゃん。そう抽選会2もだったらしいの。抽選会2もだと思ってたの。私もコピーはしてないよ。コピーはしてないんだけど、そうでだから前そのりのの握手のやつがねねさんに限ってそんなことはないだろうとか思ってねねさんのこうなんかどうやって書けばあこういう感じの書き方すればいいかと思って参考にしたらねねさんも実は5時だったっていうまさかまさかの本当にマジおもれ。だから本当に2があると思ってたの。1は他の人たちが出るのかなって思ってたのよ。そうで2にうちらが出るみたいな思ってたので、確かに2とかあったっけとか思ったけどそんな言われたことねえぞとは思ったけどさ、まさかそんなさね間違えるとは思わないじゃないですかそうそれで間違えちゃいました。だから普通の1はないです。2です。2じゃないです、間違えた1もないし2もなくて普通の抽選会です。はいね、みんな2だと思ってたよね。私も2だと思ってたのうん、朝10時45分からのトークショーで私の頭が冴えてるかどうか問題だよね。もうおねねさんポヒャーンってしてるかもしんないでもほんとね楽しみです私は。でもほんとね申し訳ないわ、抽選会だけになっちゃう人とかもいると思うし、全然行こうかなって迷ってる人いっぱいいると思うし、そこは本当に申し訳ないし無理せずって感じで来ていただければと思います。うん、ただその値段を私に言ってくるのやめてそのいくらだからとか、ちょっとそれちょっと嫌だいやわかるよ、めっちゃ高い金だし、特に遠くから来る人は確かにそらねえお金結構かかっちゃうけど、お金の値段は私に言わないでどうしようもない、どうしてあげることもできない、お金に関してはうんちょっと気まずいからお金はちょっと言わないでもらえるとありがたいかなジュウキ本当ありがとうございます。まあでも時間が早まっちゃったのもまあ申し訳ない気持ちはすごくあるけど、本当に今日知ったのでうちらもどうしようもできないというか、なんともそこはうちらがどうにかしてあげることができないのはすごい申し訳ないですね。ただね、ちなみに今んとこ来ようかなって思ってる人は誰、はーいと送って、早起きできるから健康的せ、あ偉すぎ偉すぎ、めっちゃいいじゃん、うん、はーい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 、はーい、はーい、はーい、朝言わないのにね、ちゃん、いや私別にそこまで弱くないよ、テンション上げようと思えば上げれるよ。うんうんうん、オッケーオッケー、みんな来てくれるね。朝よりもカッパ持って、そう、まあそうね、雷鳴らなきゃいいかな、とりあえず雷はちょっと無理かも。どのくらい雨降るかな、ほんとそれ次第だよね。
前乗り、あ、前乗りする人も、まあ、もちろんいるよね。カパってそういう感じなんだ。雨女か。私多分どっちかというと雨女なんだよね。近くだけどおしゃべり会で有給2日取ってるから24休めない、しゃーなし。雨でセールやってるから意外と多いかも。あ、セールやってんの。え、私もなんか買っちゃうかなセール。雷雨って最悪。雷雨最悪じゃん。もう雷本当に無理なんだけど、リナの可愛い一面が見れるかもね、イベントで。キュンって、なんか雷怖いっていう、ちょっと可愛い一面が見れるかもしれないですね。あー、そうね、カメラね。カメラ使っていいのかも私わかんないんでね、今回。どうなの、誰か聞いた人とかいそうじゃない。え、じゃないよ。いいじゃん、たまになんか可愛いとこ見せてもさ。みんなだって可愛いとこあんだから。そうだよ、その特典、特典付きだよ。可愛いリナ見れるかもしれないっていう。予想では使えるって言ってた。注意書きには何もなかった。うん、じゃあ使えるのかな。まあでもトークショーだからね、使えそうだよね。今回熊本のも確か使えてたでしょ。まあ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 、ほんとカメラ壊れない程度で一応持ってきてもらえたら、持ってくるなら。ほんとその場所の空がりなちゃんが来ることを喜んで嬉し泣きしてるんだぜポエマー、ほんとにロマンチストロマンチスト。素敵。このルームたまに、いや、たまにじゃないよ、この人ずっといんのよ。ポエマポエマ。トークショーにリハーサル朝早すぎてないんじゃない、さすがに。結構でもトークショーから抽選会まで時間あるから、姉さんとなんかしちゃおう。姉さんと遊ぼうかな。でも私寝るって言いそう、姉さん。姉さんとなんかちょっとアミュプラザ内をデートでもしようかな。本気装備でも気をつけてね、ほんと雨で壊れないようにしてね。カメラってどのくらいの水分で壊れる。確かにどうなんだろう。温泉連れてく、確かに。いや、温泉でも女の子のファンも一緒に温泉来ちゃったらさすがにちょっと恥ずかしいよ。温泉で女の子のファンに裸見られるの。私姉さん嫌がりそう、リナと一緒行くの。温泉、温泉行こうねって言ったら嫌だって言われたから女の子のファンと一緒に露天風呂入るのマジ気まじい。どうしよう、このタオル巻いて、あ、いつも応援してますとか言ったら、あ、ありがとうありがとうここでっつって恥ずかしい。足湯くらいがちょうどいい。まあね、確かに足湯ね、さすがにそこには来ないかな、わかんないじゃんどうしよう、やっぱりなちゃん胸ないんだとか思われたら悲しい。確かに後から来た方も気まずいよね。あ、やばい、来た、え、来た、え、来たみたいな家族、え、ねねさんと家族風呂入れるの最高じゃん。怒られる、いらんこと言うと本当に。おゆびさん当日テレビ放送ないっぽいけど YouTube チャンネルとかで、うわー、どうなんだろう。でも本当公開収録ね、ラジオなのかな、うちらの時は使ってる最中に声かけられたら終わったってなる。いや、終わったってなんないかな、普通に。いやん、恥ずかしいってなるりなあんまりな、別にそんなあれだから気にしないタイプ。あ、そう、昨日からずっとあれ聞かれるんだけど、昨日いぶきがうち来るときにみんなで、あの、そう、あの、ちょっとその前に買い物行ったときに、なんかさ、よく営業とかあるじゃん、
ウォーターサーバーとか携帯とかのあれの時にその人たちが持ってて、いぶきが契約もしないくせにえ、いぶき風船欲しいとか言うからすいません、風船一個だけもらってもいいですかねとかねでもらった、すいませんって言いながらはい、しかもうちに置いて帰るためだけにもらったっていう、ふざけんな一応飾ってるけどさ、明日明後日ぐらいでなくなってそうだよね、すいませんって言いながら、そうこれ私のじゃないです、契約もしないくせに風船もらいやがって本当。え、ぜひ全然もらってくださいみたいな、あ、みんな皆さんいいですよ、ひじりも私もいたから皆さんいいですよとか言って、ひじりはさもちろんいらないっていうタイプじゃん、でそうで、なんか皆さんいやいや大丈夫です大丈夫ですみたいな、さすがに大丈夫ですって言ったら、おいくつですか23ですって言ったら、すっぴんだったから、えっ、って言われて、ね、うん、はい、なので大丈夫ですって言って、でその後ちょっとその営業かけられそうになったけど、いやでもちょっとわかんないよねって、なんか親が結構管理そういうのしてるからちょっとあんまわかんなくてみたいなで逃げるっていう、ほんともういぶきのバカ、でもさ20歳以上だったからさ、これはいけるぞ営業って思ったんだろうね、ほんとごめんなさいマジで、いぶきが悪いです、すべて私は悪くない、いぶきが悪いです、同じの使ってますよって、あ、本当？いぶきってでも意外と逃げるからねイケイケの時もあるけど、たまにリナに全部投げてくる時あるからね、ママ行って、ママ行ってお前この野郎って言いながらすいませんってでもいぶきだけさメイクしてるからさ可愛いんだよねうちらやっぱもメイクしてないからさ、ちょっとやっぱ普段よりレベルが落ちてるわけよほんと申し訳ないね、風船だけもらって、しかも最初さクマの風船があって、えクマがいいって言ってクマ持ってくせに、いややっぱハートがいいってでかい方取ったからさ余計申し訳ないっていう、いやまあ同じ材料ではあるんだけどすいませんって言ってそうで、それでもらったのがこちらですあ、でそう、さっきも最初のも言ってたんだけど、今日 YouTube に福岡撮影中の動画が載りましたのでぜひ見てください、私も全部見ました、思ったよりお腹が出ててちょっと笑ってしまったんだけど、でも中に生きてる白いやつは見えても大丈夫ですので安心してください、ちゃんと見ました、そう今回はそのなんか何だっけ、ビューティー&ヘルスのシリーズの最終回だから、別にそのあれ自体が最終回なわけではないと思います、うん、だと思うよ、多分あれの最終回じゃないと思う、福岡撮影中の最終回じゃないと思うよさすがに、だとしたら多分もっと言われてると思うから、そう福岡置いたディスティネーションキャンペーンと出演が、でもそれも重なってたからじゃないかな、私が選ばれたのって私は勝手に思ってます、ね、うん、いやダッチオーブンガチで欲しくて本当に迷って今はまだ迷ってる、いやめっちゃ欲しいの、あのね、なんだっけピカタじゃなくて出てきたじゃないですか料理、豚、あ、プレゼ、そう豚肉と白菜のプレゼ作ったじゃん、あれもう一個さ料理があったじゃん、なんかふわふわのやつ、あれあの蓋で作ってるんですよ、ダッチオーブンの蓋に生地流して
そうで、それをあのオーブンで焼いて、オーブンとオーブンだったんですよ、やめちゃった、オーブンでやったのがあのふわふわの、そう、そあれなの。だからあれあればどっちも作れんのよ。プレゼも作れるし、んプレゼだっけ、それでもまあいつも分かんなくなっちゃった、もう作れるし、あのふわふわのあの上の蓋使って、そう作れるの。しかもあれね、洗えるんだって、ちゃんと。あのだいたいさ、ああいうのってさ、拭くだけとかじゃないとダメじゃん。あれでもちゃんと洗っていいんだってそう、私それ聞いて、えマジ洗っていいのみたいな。私洗うの大好きだから、そう、めっちゃよくない、洗っていいって。そうそうそう、油塗ったりとかもしなくていいんだって、別に。そんな、そう、あれ、あの商品はゴシゴシはしちゃダメなんだけど、でも別にその洗って大丈夫だし、油とかでこうなんか大変なメンテナンスとかもないって。でそれで私ね、余計いいなと思って、マジと思ってさ、そんなんめっちゃいいじゃん。そう、超楽なの。てか私たちが使ってたやつが多分そうだよ。あったあった、これ私もらってきたのよ、本当に買おうと思って。あ、そうそう、これこれ、うちらが作ってたやつ、これ。そう、これがめっちゃ良くて、本当に。そう、あのね、こういううちらが使ってた丸いやつとね、スクエア型だから、まあ、四角っぽいやつもあるの。であの肉焼いてたやつはスモールパンっていうやつなのかな、平べったいやつ。上に引っ掛けるやつはまた別売りで、ここも売ってるからさ、それも欲しいんだよね。いや、そう、本当にさ、めっちゃ惹かれて、これ絶対これいいじゃんとか思って、てかだって普通に欲しくね。だって何でもできんだよ、これで。ご飯も炊けるし、あのスープも作れるし、何でもできんだよ。めっちゃ良くない？ほら、あのね、コンパクトでミニマルチなダッチオーブンですって。ね、上下面をフラットにすることで炭火、ガス、元より IH にも対応し、蓋単体でもご使用いただけます。またシェイプされたボディによりスタッキングも可能。シリコン耐熱塗装を施したことでシーズニング初回使用時の腐食防止作業も不要です。ほら、すごくない？ほら、やばくない？めっちゃいいじゃん、本当に。超迷ってる、マジで、マジで迷ってる。誰かこの取っ手だけ買ってそしたら自分でこのダッチオーブン買うからさ。すごくない？ IH も使えるんだよ、これ。マジでこれ本当にね、欲しいんだよな。あ、持ち手はね、プレゼントできるよそう、でも本当にね、すごいの、めっちゃ良くて、本当に。あ、で、ここのサイトに載ってるあのジャパニーズブラックティー、名称和紅茶っていうのがあるのよ。これ私が飲めた紅茶、唯一飲めた紅茶なの。そう、これキャンプとかの人にやっぱめっちゃ人気らしいよ。そう、ここの和紅茶だけ初めて紅茶飲めたの、ちゃんと紅茶ってやつ。まあ紅茶カデナーのなんかフルーツのやつは飲めたんだけど、
そう、あのね、これめっちゃね、あの渋みが少ない。そう、なんかまあちょっと麦茶みたいな感じで飲みやすい。私たちがだからこのロケの時にあのこれも飲ませてくれたんですよ。そのちゃんと取り扱ってはないんだけど、ロケの内容としては喉乾いてないみたいな、そのいたじゃん女性の方が、そう、その方が出してくれて、2人とも紅茶苦手だから、うわー飲めるかなみたいな、でも多分普通のよりちょっとこう癖は少ないよって言われて飲んでみたら確かにそうで、2人ともえ飲めるくないこれみたいな、感飲しました。あのボロボロの家みたいな中古の貨物、あそう正解、よくわかったね。そうらしいです、あれは貨物列車、中古の貨物列車の中を改造したらしいです。まさかあの外観からあんなおしゃれなのが出てくると思わなくてちょっと笑ってしまったよね。そんなことあるって思って。そうモノマネでお受けしてくれた人そう確かにちょっと紅茶感はあるけど、なんていうの、後味でも全然飲める、この紅茶美味しいから。外観錆びてない、本当に本当に錆びてないとこないのにあんなめっちゃおしゃれなの出てくるって思う、普通思わなくない面白いよね本当に。いやこれダージリンじゃないでしょ、これだって和紅茶って書いてるよ。八丁分そう17,600円です。いやでも正直マジで欲しい、本当に超欲しい。感じよ。めっちゃうまいやつ。確かにちょっと重たいけど、でも別に、うん、全然。蓋と皿別々で売ってないの。蓋と皿？売ってない売ってない。でもその代わり1個買えばどっちも使えるから。料理はね、あの作り方。その体験ができるから作り方も全部教えてもらって、えそうなの、あのさ、じゃあ使い道が結構あったのがやっぱ大きかったかも。この値段はさ、そんなすぐポンって買えるものでもないけど、言うほど。でも手入れまずしなくていいの超楽じゃね。だいたいこういうのって手入れマジでいるやん、だるいじゃん、お宅で分割してでもダメなのよ。あでもね、なんかね、あのね、これね、スクエア型だったらね、あこれでも触れていいのかな。あーそう、あのさ、動画の中に出てきた たこ焼き型みたいなのあったじゃないですか、ね、あれももしかしたら出るかもしれないですよ、今後商品のラインナップとして。スクエアのやつにはめ込むタイプかな。これ本当に素晴らしいですよ。スニーカーの分わかんない、領収次第じゃない。そうでも本当にマジで欲しい、これ超欲しい。結構検討してる、ずっと検討してるこれ。うわーみたいな、マジか欲しいこれ欲しいってずっと思ってる。26の声20買いました、いきます。お、ありがとうございます。まあでもほんとそんな感じです。ぜひ皆さん、まあとりあえず動画ね、見てください。何回もあれ待って、ね、あれ笑っちゃったんだけど、ハンカチのさ判定の時の先生のさ宇宙大好きあれめっちゃおもろかったんだけど本当に。そうちょっと
見てください、見たらこのシーンの面白さがわかるから。めっちゃおもろいの。本当に見た人はその宇宙決め手がそれなのもおもろいし、その先生の言い方がめっちゃおもろすぎて 笑っちゃった。ちなみにハンカチはママにプレゼントしました。ね、今もねそう思ってました。そう、見てない人がいるからね、こうとは言えないけど、まあ、ほぼ言ってるもんなんだけど。あ、くしゃみ。あ、出た、めっちゃくしゃみ。欲しいもの数日考えて、まだ欲しがってたって書こうとした、撮影から時間が経ってた。どういうこと？ああ、え、何だよ、何だろう。姉ちゃんめっちゃ白くなったっけ。なってないと思うよ。本当にもう決まりました。あれなんだろうね、私のじゃなくて私の説明を聞いて、いややっぱこっちだなって思ったんだろうね。来週ちょっとしたプレゼント作ります。お、ありがとうございます。まあだから私が今欲しいもの、ダッチオーブン、あとワニの着ぐるみ、そう、ファンの人からメイドのコスプレ来たんで、ワンチャンどっかでするかも、オンラインかなんかで、いおりとお揃いのやつ。お楽しみに。まあとりあえず本当明日はとりあえず午前中に配信を多分します。でメール送ります。ごめん本当に今日マジで寝てた、あの、ね、みんなからの反応嬉しくてえへへとか思いながら寝てました。うん。数日考えて欲しかったら買おう。あ、本当？ずっと考えてるからな。でもやっぱ買うべきだよな。ワニの着ぐるみいっぱい届いたら大丈夫、全部着るから。じゃあランキング見ます。13位翔さん、ありがとうございます。12位カルビさん、ありがとうございます。11位東地太郎さん、ありがとうございます。10位ゆうさん、ありがとうございます。9位ゆしひろさん、ありがとうございます。8位しゅんくん、ありがとうございます。7位キーチワイさん、ありがとうございます。6位エイカさん、ありがとうございます。5位佐世保のてっちゃん、ありがとうございます。4位ポロタン、ありがとうございます。3位一恵さん、ありがとうございます。2位てんてこちゃん、ありがとうございます。1位隣のとろろさん、ありがとうございます。明日メイクしながら配信します。ほんとね、イベントの時間が変更になっちゃったから、皆さんぜひ来れる方は気をつけてきてください。雨もやばいらしいし。じゃあ皆様おやすみなさい。あ、そう、明日はラジオがあります。だよね、え、そうだよね、だね、オッケー。じゃあ